ドックのミドルで、左がもう全くないのでまっすぐ打つか、まあ、ちょっと安全で右の傾斜から振ってもいいかなっていう感じです。はい、あの木の上、うん、木の上からフェードだったら全然大丈夫。ああ、全部超えてくから左上、左上、全然違う今日逆行ってますよ逆行ってますよあー出てきた出てきた、あー出てきた、あぶねやった。ここはハンディキャップ1の難しいコースです。 S 字、はい、フェアウェイの右いっぱいに立ってます。あれで210ヤードってね。じゃあ黄色ですね。おお、はい、確かに完全なる黄色を狙いに行きます。だってこれ左アウトやん、はい、そうなん、左全くないんで、ね、はい、腰が痛くなってきた。わかるナイスショ、ナイス黄色、黄色完璧、黄色、完璧、黄色です、完璧や、ドマンスグニアピンでございます。ありがとうございます。ドマンスグ、黄色、ちょっとかわいい右行ったね、まあ、いっか、ちょっといいボギーオンできれば、はい、オッケー、腰が痛いたまにぎっくり腰になるから。マジで、はい、ぎっくり腰になったことないよ急に。あっストレッチしてます。小鹿のように倒れるでもつらい、痛そう、うん、なかなかこうカメラだと伝わりにくい、そうですね、ない感じとか、うん、でティーグラウンドだとちょっとないのが分かんないから、うん、ここまでないと、前は優しかったんだけど左あったんですよ、震災でなくなったんですよ、全部落ちちゃった。そういうことなんですか。そうバンカーとかあって全然耐えなかったんですよ、これそれすごい崩れてなくなっちゃった。そうなんや、そうバンカー方向に、抜けないよ。押して、もっと押した。ナイス。危ない危ない。やった、ちょっと浮き上がったね。5番ウッドで打ちたいんですが、手前ってなんだ？ない。手前は何もないです。何もない。はい、右に見えないバンカーがあります。そしてこのライン、ベタ足で。だいぶ右だわ。でも右ってインザビーチかも。インザビーチ。砂。エッジまで120なんで、はい、フォローで、はい、です。ナイスオン。ナイスオン。ナイスオン。フォローが同じ163。ああ、引っかかった。まあ大丈夫でしょう。これ、オッケー。あ、オッケー。オッケー。しかもフォローか。100ぐらいだけど、フォローですね。おお、マイカップ。ちょっとやっぱね、つま先上がりだからね。あ、ナイス。30ちょい。うまい。ストップ、ストップ。
ょうがない。むずいなこれ、やらかしそうだよね。いきます。ふん、やば、引っかかっちゃうよね。難しいな、逆目のアプローチは。難しいなここ。まっすぐ。目は一応こういう感じ。あ、そうなんだ。はい。ちょっとちょいずつ見るかもしれない。わお。でもそんなに大きくはいらないと思う。はい。もうちフックさ。うわー。惜しい。本当だ、ちょいフックだった。惜しいね。オッケー。もっとこい、もっとこい、もっとこい、もっとこい。ああ、もうちょっと曲がりますね。曲がりますね。風じゃない？これこっちから順目なんで。強めのとか言うとあっち行っちゃうかもしれないです。嘘。こんぐらいだな。雰囲気で打ちます。痛そう。痛そう。痛そう。うわ、来たんじゃない？来たんじゃない？惜しい。来ませんでした。惜しい。ボギーです。これはパー5でセカンドに左に池が絡むんですけど、ティーショットでは入らないので。できれば左目に置きたいです。狙いますよね。狙います。全然大丈夫です。あ、いや。僕が狙ったとこだ。オッケーです。もうなんなら隣のホールでもいいですよ。そうなんですか。はい、途中は絶対打ちやすい。右目はちょっとセカンドに池に対して打ってくんで、ちょっとね打ちにくいんですよ。左目に打っとくと、池関係なく刻めるんですよ。左。ふぅ。完璧です。おぉ、完璧です。おぉ、よーす。よーす。マイヒョよー完璧です。やばい、今突っ込んだ。まあ、OK、OK。あ、突っ込んだ。あ、突っ込んでる、突っ込んでる。ちょっと今年、あれじゃない、夏過ぎ、秋ぐらいまでにちょっと練習してね、飛距離アップと、あとはやっぱレギュラーティーから70台で回れたらいいよね。私レギュラーティーそんなに普段回んないから、うん、ベストが93なのよ。あ、そうなの？はい、なんかもっと全然良さそうだけどね。
じゃあ90ギリチャレンジ。90ギリチャレンジだね。リーグラッチ90ギリチャレンジ。私は70台出せたらいいな。後半でもトレーニング行ってるんですけど、やっぱ下半身のそう筋肉が少ないって言われました。あの全体こう見てもらって腕とか体幹はなんか十分じゃないですけど、まあ標準ぐらい。でもやっぱ足は少ないって言われました、ね、でも筋肉がつかないんですよ、スクワットやっても。狭いな旗の上。右出ちゃいそうだよね、なんか見た目で。うまくシューって打ってばいいんでしょうね。オッケー。オッケー。左にキック。ナイス。ナイスキック。ナイスキック。そう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 。オッケー。オッケー。これ振りに行くとまた。ピョーンって握っちゃうから完璧です。あー取った。バンカーまだ多分残り200ぐらいあるのかな。とりあえずカート道方向に。そうですね。どのぐらいかな。こういう時って右向きすぎちゃうんですよ ね。頑張れ。あ、お願いお願い。ステイ。おお、ギリギリ止まった。ネット。セーフ。おっしゃ。これいった。これいった。ナイスー。やった。うまいね。最後超気持ちいい。ツツさんに選んでもらった抜きについて、もう今日すごいショートも全部こいつで逃げてたんで。エッジで105ヤードの30ヤードピン奥です。くるっと回る。うい、しょい。ダメだ、左を越えた。飛んではいました。ちょっとやっぱライで左行っちゃったね。これね、こうつま先が上がってるんですよ。やばい。バンカー行っちゃう。あ、手前。危ねえ。はい。普段はダイニングを教えてくれるんですか。僕は教えないです。あ、僕は教えないんですか。僕は教えない。僕はアマチュアなので。あ、そうなんだ。まあうちにはしっかりとしたプロがいますんで。なるほど。はい。支配人はコーチをはじめ。ツツコーチが教えてくれる。はい。で、初心者の方から競技ゴルファーの方まで幅広く、うん。レッスンできるので。なるほど。女性の会員さんも多いですよ。女性の会員さんも多い。女性の会員さんも多いです。多いです、ね、多いです。はい。おかげさまで。では行きます。100ヤード、はい、52。もう、激ムズです。わお。ちょっと方向が違うけど。あっちは OK。まあまあ OK。安牌。会社員を辞めて、はいはい、ゴルフが好きになっちゃって、はいはい、で、ケース作っちゃおうみたいな。そうです。高校3年アマチュアとしてこういうのがあったらいいんじゃないかなとか、うん、こういう練習したいなとか、うん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 、そういうのを今詰め込んで、はい、日本一の施設にしようと思って作っている。
今ケーズって何年ぐらい？ちょうど2年。あ、2年なんですね。なんかもっと長いのかなと思ってました。イメージそんな感じですよね。うん、でもまだ意外と浅いんです。へえ、はい、そうなんだ。はい、食ってたよ。タッ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 。しょうがないね。でも今は良かったと思います。いきます。滑らした。ナイス。滑らした。いい感じ、いい感じ。ナイス。ガーン。狙いに行くのに52度使ったのに。すごい、すごい、いいなんですけど、あの、できなかった。どうまい。うわっ、ガーパスライス、フック。うまい。よかった。ダボです。うわあ。先失礼します。さて、これがまっすら。まっすぐ。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？叩いちゃいましたね。でもなんかすごい分かりやすくコースのね、はい、戦略とか教えてもらったんで、ね、うん、毎度毎度、はい、ありがとうございます。すごい分かりやすかったです、はい、今日のピンの位置がちょっと難しすぎたんですよね、うん、なるほど、はい、奥の方、うん、はい、ね、傾斜の境目とかに全部切ってあったりしたので、うん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 、それでもうまく寄せるからやっぱお上手ですよね。いや、もう青木純アプローチで、あってる、青木アプローチ、青木純アプローチママやん。はい、はい、今日お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか？うん、まあ、9台で出せるんじゃねえかなと。まあ、アベレージ、普段のアベレージよりもちょっといいぐらいで終われたんで。よかったです。うん、まあ、緊張感ある方、うん、緊張しかなかったですけど。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆっこちゃんどうでしたか？私は、今日レギュラー機だったし、うん、あと今ちょっとスイングカーズやってるんで。うん、でもの割には頑張ったなって100は切れたんで、うん、97、うん、おー、でもレギュラー機で90だったらいいよね、うん、はい、よかったと思います。頑張りました。はい、楽しかったです。はい、じゅんじゅん、あ、私ちゃんとコースで回るの久しぶりなんですよ、私多分、うん、レギュラーティーとかでやるの、うん、なんですけど、まあ、いろいろコース戦略とか教えてもらったのもあって、うん、結構安心してショットとか打てたなと思いました、うんうん、はい、スコアは4142、うんうん、そうですね、83でした。レギュラーティーから良かったです。この辺の男性負けてる。マネジメント力。マネジメント力。はい、さすがで、はい、今日一日ありがとうございました、はい、ありがとうございました。朝言ってたケーズ亀戸さんから、はい、視聴者プレゼントあるということなんですけど、はい、ビンゴルフを視聴の、はい、皆様に1ヶ月分の会費を無料にする先着20名様、うん、先着ですからね、1ヶ月分無料にするという特典を、はい、まあ、ご覧の皆様にプレゼントしたいなと思いますので、はいはい、ぜひ一緒に上手くなりましょう。詳細は概要欄にあるので見てください。はい、はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。はい、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。イエイ、バイバイ。イエイ、イエイ。